私は京都にありますルイ・パスツール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。そしてこのルイ・パスツール医学研究センターはフランス・パリにあるパスツール研究所とは現在一切の関係はございません。今日はコロナ感染増加はワクチン接種のレベルとは無関係という論文がハーバード大学の人工開発研究センターから出されました。この論文は ヨーロピアン・ジャーナル・オブ・エピデミオロジーに9月30日に公開されたもので、その説明をいたします。このビデオの用紙は、ハーバード大学から出された論文で、コロナ感染増とワクチン接種レベルが無関係であるという論文について説明をします。そして、ワクチン接種者でもいろいろな対策をしなければならない。 ということと、酸化ストレスを下げて免疫を上昇するのがですね、コロナに対して有効であると私は考えている点についてもお話をします。さて、こちらの論文は9月30日にパブリッシュされました、コロナ感染増加はワクチン接種のレベルとは無関係であることが68カ国及び米国の2947軍で明らかになったという論文です。 ワクチンはコロナに対抗するための主要な緩和策となっています。例えば、米国での新規感染者の急増は、ワクチン接種率の低い地域が原因と言われているんですね。そしてドイツやイギリスなどでも同様の説が見られる。一方、迅速で高いワクチン接種率が評価されているイスラエルであってもですね、コロナの患者が大幅に再増加している。 ということで本研究では世界68カ国とですね米国の2947軍を対象に完全にワクチンを接種した人口の割合とコロナの新規症例との関係を調べていますさてデータの入手元ですが各国のデータは OurWorld in Data for Cross Country Analysis からやりまして2021年9月3日 間に先立つ7日間、つまり8月末から9月初めですね、の1週間について、各国の100万人あたりのコロナ症例数と完全にワクチンを接種した人口の割合を計算しています。そして、米国の軍のデータはですね、えー、ホワイトハウスのコロナチームのデータを利用していまして、コロナの症例が増加した軍の数と割合を、各軍における完全にワクチンを接種した人の割合のレベルで計算をしています。 では、詳細なデータを見ていきましょう。まず、国レベルではですね、完全にワクチンを接種した人口の割合と、過去7日間に新たに発生したコロナ症例との間には明確な関係はないように見えるということです。このグラフは、縦軸が感染率、横軸がワクチン2回接種率で、えー、右の方に行けば行くほどワクチン接種率が高いわけです。 ワクチン2回接種が多ければ感染率が下がるのであればですね、この線が引いてあるんですが、これが右下下がりにならなければいけないんですね。えー、そして完全にワクチンを接種している人口の割合が高い国ほど100万人あたりのコロナ症例数が多いというわずかに性の関係を示唆している。つまりどういうことかというと、ワクチン2回接種した方が感染率がやや増えているというデータなんですね。 次のデータは、米国の各軍のデータですが、10万人あたりの過去7日間のコロナ症例数の中央値はですね、完全にワクチンを接種している人口の割合に関わらず、各国のデータとほぼ同様の結果が見られたということです。さて、図の3を見てみましょう。これは、縦軸が感染率、横軸がワクチン2回接種率です。 完全にワクチンを接種した人口の割合が高いほどコロナ症例が減少するという優位な兆候は見られないというデータです。こちらが結合ですが、人々にワクチン接種を進める努力をするにしても、それは謙虚さと敬意を持って行われるべき。そして集団に汚名を着せることは良いことよりも悪いことの方が多いのです。1918年の インフルエンザウイルスのさまざまな季節的変化に対処するのと同じようにコロナと共存していくことを学ぶバランスを取る必要がある。以上が結合です。さてこちらの図は昨年からずっと使用しているものですがコロナウイルスに感染するとこちらで ROS と書いてある酸化ストレスがですね 非常に多くなってきて、サイトカインストームという免疫の暴走を起こしたりですね、重症化に関連するということが明らかになっています。そして、 コロナに一旦感染するとですね、非常に大きな症状が出るんですが、この一番右端に書いてあるような呼吸不全から始まってですね、心筋障害から炎症性サイトカインストームとかですね、まあ血栓であるとかですね、いろんな症状が起こるんですが、これはやはり酸化ストレスを下げないとこのようなことは予防できないというふうに私は考えています。さて、酸化ストレスとコロナの現状ですが、 30歳以下は参加ストレスが低く、30歳頃から参加ストレスが上昇してきます。そして30歳以下のコロナ重症者、それから死者は非常に少ない状況ですね。現在流行しているデルタ株ではですね、えー、ワクチンを2回接種していてもブレイクスルー感染が多発するという状況が生まれています。さて、コロナに負けるな。参加ストレスを下げるのが重要です。禁煙、大量のお酒を飲まないこと。 肥満、糖尿病のある方は糖質制限が有効と考えます。十分な睡眠をとり、精神的ストレスを下げるのも有効と考えます。エビデンスのある抗酸化サプリメントの摂取も効果があると私は考えています。こちらが抗酸化研究室についての情報です。